はい、エルカチャンネルのショーです。家にある服をですね、売ってみようと思います。何回かメルカリとかで売ってたんですけど、買い手が見つかるまでが時間がかかるので、処分したいなと思ったからですね、近くのリサイクルのお店に持っていきたいと思います。処分する服がこちらです。こいつらを処分したいと思います。そういうほど物はないんですけど、着てないのがほとんどなので、まあその中でもボロボロじゃないのでこれだけありました。ということで、これを今から袋に詰めて持っていきたいと思います。エルちゃん、はい、今査定が終わって戻ってきたんですけど、袋がなかったんでゴミ袋になったんですけど、これ入れていったんですね。で、まあアウターが入ってて、あとこっちズボンが入ってるんですけど、これが返却らしいです。残念ですね。項目がなかったとか、時期的なものが違うっていうので戻ってきました。それではですね、実際買い取ってもらった分のお値段なんですけど、想像してたよりかは高かったです。お値段こちらです。7点買い取りで640円。ブランド品じゃないやつが4点が10円で買い取りだったみたいです。名前がついてるやつで200円で買い取りが3点だったので、合わせて640円となりました。で、残りが先ほど見せた通りで返却って形ですね。口コミとかで聞いてはいたんですけど、まあ処分する方で考えてたので、結果的には別になんともなく、まあまあいいかなと思いました。時間を気にしなければメルカリとかでもいいかなと思うんですけど、もうちょっと値段はついたんじゃないかなと思います。なんですけど、処分を急いでたので、もう今回はこんな感じで、そしてこういうお店で売った時の金額っていうのが前々から気になってたので、結果オーライですね。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。バイバイ。